お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、はい、こちらの、ババアさんデッキですね。はい、ババコヤとま、三重子が入ったデッキですね。で、まあ、なんか、毎回ね、ババコヤ三重子とかのデッキがあるんですけど、なんか毎回1枚2枚なんか違うんですよね。で、今回は、なんだろうな、ムートがま、入ってなくて、で、ロイフクとかもないですね。ロイフクの代わりに、まあ、工場バーバリアンが入ってる感じですね。まあ、ロイフクが解放されたんでね。はい。っていった感じの、まあ、ちょっとね、まあ、また新しい形のババガウサンジシかなと思います。で、今ね、結構、ポイズンとライトニングバックかな。なんか、ファイボがほぼほぼいないイメージですね。ファイボがほぼほぼない。ほぼない。かな。だからまあホバリング採用なのかなとは思いますね。とかまあ三重子ですね、結局三重子が強いかなっていうので、はい、こちらのまあデッキを使ってですね、はい、やっていきたいと思います。というところで、まあマッチング待ちではありますね。はい、来た、よし、さあよろしくと。いや、とりあえずまあ、ババコヤは置いとけばなんとかなりますね。で、まあ今結構ゴレペッカ、じゃあちょいちょい。なんだ、まあこれはファイボですね。エリポンだから普通に考えてゴレか、三重子。まあ二択。このババコヤね、どっちに置くかなんですけど、あ、ゴレですね。これは、まあゴレサイドに合わせてあげますね。で、これはもう、三重子出したいけど、コストが多分回んないから、ハンターとホバリングで頑張るしかないですね。ベビドラ早く走ってこい。うっさ。これベビドラがホバリングで、ちまちまやりたいんですけど、無理か。これ三重子多分、いや、出さなくてもいいですね。三重子は出したくない。これホバリング残したいんで、工場でここを防衛しますね。この工場を出すだけでも全然変わるんですよね。で、ホバリングは多分めちゃくちゃきついから、これ。痛い、これ痛いな、これはロリババ、咲くしかない。はい、けど、まあダメアドはちょい取れた感じで、エリアドはまあ五分五分かな。はい、といった感じで、あのホバリングが大事ですね。さあ、これリポンにファイブ打ちたいんですけど、OK。ぽい。で、今度はババコヤはもうダメージ削られてる方でいいかな。多分先に出してあげたら相手が動作に出してきてくれると嬉しいんですけどね。あはー、タイミング、これね、この防衛しんどいな。でも、多分なんですけど、相手スペルがトルネーザップかトルネーなんかだからライトニングないですね、これは。だからもう三重子をパパパーンってこのね、小屋の下にでも埋めてあげると、相手は、トルネでしか多分吸えないから、これ。多分スペルないんですよね。知らないけど、多分ですけどね。まあそうなんですよね。基本的に、1本入りのゴレは、スペルが、中型スペルがないっていう、まあ、決まり、裏ルール的なのがね、はい、あるんでね。まあ、それで入れてたらもう、なかなかなんですけど、さあ、これはもう、いやー、コジョババ出したいけど、一回我慢ですね、一回。これやばいですね。ハードカウンター来るんですけど、言うて、結局三重子が強いんだぞっていう話なんで、これは。またね、これも固めちゃって大丈夫です。はい。で、問題がこれトルネで座れた時だけが怖いんで、これ5打って、ロリババ打って、ちょっとね、この三重子が、ああ、オッケーオッケー、まあ、なんとかですね。やばい。危ねー。相手、スペル、トルネとかしかないのに、こんだけ三重子、処理されますからね。もう僕が出す位置が甘いのかな。かもっと、遅めに下でいいのかもしれない。っていうので、さあ、今度遅めにですね、ちゃんと座れないように。いや、でも言うて座れるな。まあ、これ、ダクネ処理してくれたら美味しい。ホバリング優秀。あ、バカだった。なんやねん。結局バカかよ。これやばい。これやばい。ランバが天才すぎる。やばい。そのランバは天才すぎる。けど、
まああれですね、これは、はい、もうこれぞ相性といったような試合ではございますけども、まあ勝てばいいですからね、正直。はい、勝った、はい、勝ったよいしょ、勝ちましたね。こんな後ろから出してあげたら相手これトルネで吸えないでしょ。これも逆サイにこう釣る感じでやってあげたら、はい、ごめんなさいね。よいしょ、あーやばい、ダクネが強いよー。けどこれね、実は逆サイの小ジョババがめちゃくちゃ入るっていうやつで、実はこれ逆サイ落とす作戦みたいな。はい、よいしょ、これでこれしかも溶けてなんか知らないけど、ラッキーですね。これも後ろ3子で、てかまあ52発で終わりかな、終わりかな、これ584終わったっすね。はい、ってことで5って、まあ一応逆サイもね攻めますよっていうのを見せつつ、あ、これワンチャン左が落ちる、ああ忙しい忙しい忙しい、こっちも忙しい、相手も忙しい、あ待って、これ、あ落ちた、落ちましたね。はい、グッドゲーム。まあ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 、見るに耐えない試合ではありますけども、まあ今ゴレ多いですね。そう、ゴレ多い、ゴレ多いし、ペッカも多いから、工場も多い、工場ババリアンだから、まあババコヤが結構優秀っていうのありますね。ラバがそんないないかな、でも言うてか、うん、何でもいますね。はい、ふぅ、よいしょ、さあマッチングが長いですね。最近何したかな、最近もうクラロワしてない時に永遠に漫画読んでるんですよね。マジで漫画読んでて、もうちょうど昨日かな、一昨日か、動画が上がる一昨日の日にもちょうど友達と古本屋行って漫画買ったんですけど、ね、何買ったかな、あのデッドマンワンダーランドってやつ知ってますかね、っていう、結構どんな話かな、デッドマンワンダーランドっていう漫画を買ったんですけど、まあもともとその漫画アプリとかで見たことあって、それで面白かったんで買ったんですけど、めちゃくちゃ面白いですね、マジで。まあ、結構あの僕はバトル系とかなんかそういうのが好きなんで、まあそういう感じのお話なんですけど、まあね、皆さんもね気になったらぜひ見てみてください。まあ、とりあえず僕はただただ漫画好きなんでね、本当に漫画とゲーム大好き野郎なんでね、本当に漫画の話とかあれば無限に話せますね。よいしょ、はい、ってことでバトルやるとまたまたゴレが来ちゃいましたね。これもあれですね、相手ライトニングだから飛来死んで終わりっす。はい、お疲れ、はい、終わり。これもう前も後ろもババ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 で囲んで、あーライドラ来たー、ライドラロリババ強い、やば、え何が終わりやん。まあこれはあっちになんか対処するから逆サイコースト出して、でこれトルネで座れるから、あー座れたやんけー。あれ、まあまあ分かってた、分かってたけど吸わせてあげたいみたいなところありますね。よいしょ、これはまあ愛せず許容してからのバーバコヤね、終わりかな。もうゴレばっか、ゴレマジでゴレばっかで、相手がペックだったらこのババコヤの位置はもう一個上の方がいいっすね。ペッカ工場が、そう、今ペッカといえば工場バーバリアンだから逆サイが怖いんで、一マス上の方がいいですね。相手がペッカだった場合ですけど、おや、こうやってライトニング打ってくれましたね。でもこの瞬間に一回小ジョババ出したいですね。で両サイにユニット探してから、これ三重視で受けつつ両方防衛しつつカウンターですかね。よいしょ、まあ足前ゴールとかされるとめんどくさいんですけど、されたわ、これやばいな、これやばい、あー待って、優秀でも、あでも、あ危ない、忙しい忙しい、感情が忙しい忙しい、待ってやばい、
あ、でも逆サ落ちたけど、守って。やっぱこれでもライトニング相手打ってくるでしょ。そんな感じで攻めてあげて、あー、やばい。これ最後平石にして綺麗に終わるみたいなところしたいけど、いや、これはもうキングに30出して終わりです。相手は170にライトニング打つから。これどうにもできなくて、多分ロリババぐらい、まあ、ファイブで落ちるんちゃう？はい、落ちた。よいしょ。ゴレが多い。ゴレばっかりですね。はい。ってことで、多分、ああ、そう。この宝箱がね、溜まってたんですよ。だから、動画で引こうかな思ってて。で、ノーマルは全部カンスト。スーパーレア、じゃ、レアも全部カンスト。あと、ゴブジャイとライドラ。だから、スーパーレアですね。で、ノーマルで唯一ボンバーだけは乾燥してないんですけど、あー、ナイス剣詰めし、はい。おじいじ。まあ、ボンバーは、ちょっとね、別になんかあるわけじゃないですけど、気持ちね。気持ち。1枚だけ、お前だけは取っとくぞという、はい、ボンバーですね。ちょっとかわいそうですけど。はい。ってことでね、ラストワンバトルですね。よいしょー。さあ。今度は、どんなゴレが来るかな？マジでゴレばっかり。ふぅ。修正来てから、マジアチャがマジで全く見ない。ロイホグはなんかちょこちょこいるんですよね。下方来ても。でも、マジアチャだけはマジで見ないですね。本当に、なんか、どっか行きましたね。さあ、オーリフーよろしく。さあ、もう世界トップ2、まあトップ3には言うで入りますね。ラバ使いことアリフさんですね。でもね、この人はもう浮気してたんですよ。ラバル使いなのにラバディが使ってたんですよね、この人。ウェンディが一回許容。そう、ホバリングベビドラメガゴかな。多分、俺の記憶が正しければなんですけど。ホバリングベビドラメガゴ。やば。マジで。浮気やんけ、ただの。やばい。なんかうまくね？なんか俺が全てこうやるのを分かってたかのような動きしてくるんやけど。いやー、これ許容や。やばい。やばい。これは怒る。さあ、やばいな。この人はしかもファイボだった記憶がありますね、僕は。でもファイボロリババのディガーか。ん？これね。いや、やば、これ共有してくるん。なら、小嬢を出したら。やば、これも、あー、吸えるんかい。さあ。だから、これね、ファイボ、賭けですけど。オッケー。やばい。インドロやばい。フチンだよー。やばい。プチった。これぞ完璧な不治療を見せていく。これ多分5だと思うんですよね。まあ、お、でも見て。このバーバリアン。優秀。OK。まあ。これは勝ちたい。マジで勝ちたい。相性いいって言ってもいいぐらいですかもね。だから陸が相手にないから、これで攻めてあげて、絶対一発は入るでしょ。ちょっと入んないですね。さあ。これ逆サイ攻めるのがいいのかな。さあ。一回決算しして、あのハンター、あのベビドラをハンターで処理しようとしたら、多分後ろにメガゴペイって追加されるんですよね。この人うまいから。この人うまいから、そういうことしてくるんですけど。いや、してこないな。やば、その防衛の強要の仕方うまくね。いや、でも待って。これある。で、これもう攻めるだけ。オッケー！来た！勝てる！よいしょ！いいよ。で、いいよ。いい流れ。マジいい流れ。完璧な流れ。言うて声を置いてユニット出してるだけ。さあ。で、あのホバリングがめんどいけど、マスケちゃんで、処理できないか。ホバ。これ、潰して。
うまいな。それうまい。あー、これ美味しい。でもベビドラ殴ったからこれで処理できる。美味しい。で、これディガー来るから、多分。いや、来ないんかい。あ、でも見て、この、この、あー、こっち逆サイくんかい。忙しい、忙しい、忙しい。感情が忙しいよ。けど、これは、まあ、一回ババカ置いていいっすね。ババカ屋がなんか、いい。で、公営は困ったら、全部ファイアボで処理とかでいいから。はいはい。で、これ、壊せ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 、壊しちゃえ。ハンターいいよ。もう優秀、もう優秀、もう優秀、もう天才。そこまで教えてないよ。そこまで教えてないのにめちゃくちゃ活躍するやん、君。で、これで工場出して、よし、ゴスト残って、これ5打って、OK。なんか、すべてがめちゃくちゃいい。で、これも、ハンター出して、バブリアンタゲ取ってる。よいしょー！グッドゲーム。さあ。これは気持ちいいですね。この世界でトップレベルのラバル使いの方ももうラバルを使ってないですからね、今。イコール多分バルーンしんどいんでしょうね。で、このゴレとかね、しんどいね。多分しんどい。ラバル使えないけど分かりますわ。ラバルこれには勝てないなって。はい。はい、という感じですね、もう。とりあえずなんか強いですね。はい。5、8戻れました。グローバル入れました。ということで、本日は終わりかな。はい。マジで、多分使いやすいし、で、まあ、小屋なんで、小屋なんでね。はい、使いやすいと思うんでね。皆さんぜひ使ってみてください。というわけで、今回は終わりかな。よいしょ。はい。はい。ということで、よければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。